ライプチヒ級軽巡洋艦。ライプチヒ級軽巡洋艦は、ドイツ海軍の軽巡洋艦の艦級で2隻が建造された。本級は、ケーニヒスベルク級軽巡洋艦の改良型であり、ドイツによって建造された最後の軽巡洋艦であった。ケーニヒスベルク級においては、後部手砲塔のオフセット配置が構造上の欠陥となったた、本級の手砲塔は3基すべてが、 センターライン上に配置された。基準排水量は、船体構造の補強によって増加していたが、6000トンと発表された。2番艦のニュルンベルクは1番艦ライプツヒとは異なる、設計に基づき建造され、大型化された船体などの変更点を持っていた。また、基準排水量は、ベルサイユ条約で定められた枠を1、7も超過しが、 左章に味を占めていたドイツは、この事実を隠蔽した。ニュルンベルクは後に、ソ連海軍に賠償艦として引き渡され、アドミラル・マカロフと解明された。本級は、船体形状に還元の高い、朝鮮首労型船体を採用した。軽く、死や、乾板の傾斜がついた、艦首乾板上には、SKC-25,925 年型15センチメートル、 60口径即射砲の3連装砲塔が1機、配置された。環境構造は、司令塔を内部に組み込んだ箱型で、相舵環境の両脇には、船橋を持っていた。また、環境後部から上面に突き出るようにチューリップ型の、短脚式の全部マストが立ち、上部には、射撃砲位反室が、中部には、単小灯台が設けられた。即居儀は、 ソーダ環境と全部マストの上部に、それぞれ一基ずつが配置された。環境の背後には、集合型の一本煙突が立ち、周囲には、関西艇が並べられて、煙突の左右に一基ずつついたクレーンにより、運用された。左右の原則には、対艦攻撃用の50センチメートル3、連装魚雷発射艦が一番煙突を挟むように、片面に機ずつ、 計四機配置され、巡航後には1と、数はそのまま五十三センチメートル三連装。発射管に換装された。本級には、後部マストが設置されなかったため、アンテナ線を張るために二番煙突左右に、アンテナがついていた。後部構造の上には、即挙技を乗せた箱型の後部見張り書があり、その後ろに、対空火器として八八点センチメートル単装光格砲が、 直列に2機搭載されたが、竣工後に、連装砲が2機に換装、増設された。ディーゼル機関の排気管は、広角砲と2番手砲塔に挟まれる形で、配置された。2番3番手砲塔は、艦尾を向いて、背負い式で配置された。また、煙筒の後方には、水上機運用設備として、カタパルト1機と水蒸気2機が搭載された。2番艦 ニュルンベルクの改良点は、環境構造物の大型化、8.8cm 広角砲を、連装砲画で、片言に傷つ、軽4機を装備することによる、対空火器の増加などであった。本級の手法には、全級に引き続き、SKC25925 年型 15cm、60口径速射砲が採用された。この砲は、 重量4 5 5ラムの砲弾を行角40度で、初速960メートル毎秒で打ち出し、最大で25,700メートルまで届かせる性能を持っていた。この新型砲は、三連装砲塔に収められた。砲は三門それぞれが別個に上下できる独立砲がを備え、砲身の不行能力は、行角40度、不10度で、 旋回角は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物が行角時に干渉したため、情報社会に制限を受けた。手法身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分6から8発であった。また、対空兵装として、ライプツ比は、 全球に引き続き、フラッグ L45906 年型 8.8cm45 口径広角砲を採用していた。元は、耐水雷艇用の速射砲を広角砲に改造したもので、その性能は 9kg の砲弾を行角43度で 14100m まで、最大行角70度で、最大射高 9150m まで到達させた。 砲画の旋回と浮行は、電動と人力で行われ、砲画は三百六十度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物で以下に制限を受けた。浮行は、行角七十度、深角十度であった。これを、丸い棒立てのついた単装砲画で、春光寺は二機を搭載したが、後に四機に増加した。なお、ニュルンベルクと近代化改装後のライプツヒにおいて、 新型の SKC31932 年型 8.8cm76 口径広角砲を採用した。その性能は 9kg の砲弾を行四45度で 17,200m まで、最大行角80度で最大射高 12,400m まで到達させた。砲画の旋回と浮行は電動と人力で行われ、浮行は行角80度、 不確重度で360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物で以下に制限を受けた。発射速度は毎分15から20発だった。これを連装砲がで4機装備した。他に手法を持ってしても相手にならない戦艦と戦う時の備えとして、水雷兵ンチ 50cm 魚雷を3、連装魚雷発射管に収めて、片元2機ずつの並列配置で、 計4機を配置した。竣工時のニュルンベルクと改造後のライプツヒは53.3センチメートル 3, 3連装魚雷発射管4機を装備した。機関は全球に引き続き全力航行用の蒸気機関と巡航用のディーゼル機関の2種類の推進機関を採用していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。